大学論考、長命と短命について。第一章。さて、動物には長命なものもいれば短命なものもいるということについて、総じて命の長さと短さについて、それらの原因が探求されねばならない。その探求は何よりもまず、それらについて我々が行き詰まっているということの確認から始めなければならない。あるものは長命であり、別のものは短命であるということの原因は、すべての動物や植物にとって異なるのか、同じであるのかが明らかではないのである。実際、植物にも一年生きるものや多年にわたって生きるものがあるから。さらに、自然保障によって構成されているもののうちで、長命なものと自然保障に関して健康なものとは同じであるのか、あるいは短命なことと病的なこととは別なのか、あるいは、一方でいくつかの病気の場合には自然本性に関して病的な体は短命な体と互換的であるが、別のいくつかの病気の場合には長命でありながら病的であるという人々が存在することを妨げるものは何もないのかも明らかではない。それで眠りと目覚めについては先に述べられたし、生と死については後で述べられなければならず、また病気と健康についても同様だが、それは病気と健康が自然に関わる知の愛好、哲学に属する限りにおいてである。さて、今やあるものが長命であり、別のものが短命であるということの原因について考察されねばない。ところで、諸々の類、ゲノスが、このような長命と短命の異なりを持つのは、その全体が別の全体に対してということも、一つの種、エイドスに属する諸々のうちのあるものが別のものに対してということも、両方ある。ここで私が一方で、類について異なると言っているのは、例えば人間が馬に対して、諸々の人間からなる類は、諸々の馬からなる類よりも長命であるからであり、他方、種については、人間が人間に対してである。ある人たちは長命であり、別の人たちは短命であって、違った人たちが違った場所に応じて異なっている。温暖な場所の民族は比較的長命であり、寒冷な場所の民族は比較的短命であるからが、しかし同一の場所に住む人たちでも、同様にある人たちは、そのような長命と短命の異なりに関して互いに異なる。第二章。それで自然保障によって構成されたものにおいて、何が容易に消滅し得る短命なものであり、何が容易には消滅し得ない長命なものなのかを把握する必要がある。実際、火や水やそれに近い類のものは同じ力を持っておらず、互いに生成と消滅の原因となり合っており、したがってそれら純粋な予言以外のものの場合、それらから存在し構成されているならば、おのおのはそれらの容易に消滅し得るという自然本性を分け持つことが理にかなっているわけだが、しかしそれは多くのものからの結合によって存在する家のようなものではない限りにおいてである。それでこれとは異なるものについては別の断りがあるのだ。すなわち存在するものの多くに、例えば、知識や無知に、そして健康や病気などに固有の消滅があるから、実際それらはそれらを受け入れるものが消滅せず、救われていてさえも消滅する。例えば一方で無知の消滅や早期や学習であり、他方で知識の消滅や忘却や誤謬であるから。しかし不対的な仕方であれば、諸々の自然存在の消滅に、それらとは別のものの消滅が引き続く。すなわち諸々の動物が消滅すれば、それらの動物における知識も健康も消滅するから。故に魂についても人はそれらに基づいて推論することができるであろう。つまり魂は自然本性によって存在するのではなく、むしろ知識が魂においてあるように、そのようにまた魂も体においてあるのだとすれば、魂の消滅は、体が消滅するとき、その点に関して消滅が起こるところの観点となる、その消滅と並ぶ、ある異なる消滅であるということになるだろう。したがって魂は明らかにそのようではないのであるから、体との交わりに関しては別用であるだろう。第三章。さて、おそらくは次のような疑問を持つ人が出ることであろうが、それは理にかなっているかもしれない。すなわち消滅し得るものが消滅し得ないものになる場所というものが存在するのではなかろうかという疑問である。例えば、火はそれに反対のものが存在しない場所である情報で、そうなるのではないかというのだ。その理由は次のようなものである。すなわち反対のものの属性は、具体的に消滅するのであって、それは他の反対のものが消滅する。反対のものは互いに破壊し合うから、ことによってであるか。しかし、諸々の根本存在の中にある反対のもののうちの何者も具体的には消滅しないのであって、
それは根本存在がいかなる機体にも述語付けられることがないということのゆえである。したがってそれに対しては反対のものが存在しないものは、つまり反対のものが存在しない場所にあるものは、消滅してしまうことは不可能であろう。なぜなら何がそれを消滅させる反対のものとなるというのだろうか。いやしきも消滅するということはただ反対のものによってのみ起こることであって、それを消滅させるものが、総じて存在しないか、その場所には存在しないのであってみれば。あるいは以上のことはある点では真であるが、別の点ではそうではないのではないか。というのは、反対性質が素材を持つもの、イコール根本存在に、何らかの仕方で属さないことがあるということは不可能なことであるから。つまり全てのものに、暑さやまっすぐさが内在することは可能なのだが、全てのものが暑さであるとか、まっすぐさであるとか、白さであるとかは不可能であるから。もし後者が可能であれば、諸々の受動状態は素材から分離されたものになってしまうからである。それでもし、働きかけることが可能なものと、働きかけられることが可能なものが同時にあったときには、常に一方は現実に働きかけ、他方が現実に働きかけられるのだとすれば、変化しないことは不可能である。さらに、もしカス、ペリットーマ、イコール余剰物を作り出すことが必然であり、カスが反対のものであるならば、この場合も変化しないことは不可能である。なぜなら常に変化は反対のものから起こるのであるが、カスとはそれよりも先に存在していた反対のものの残存物なのであるから。しかし現実に働く反対のものを完全に排出するならば、その場合も反対のものがないのであるから、消滅し得ないものになるはずである。あるいはそこに反対のものが全く内在しなくなったとしても、消滅し得ないものになるのではなく、むしろそれを取り囲むものによって破壊されるのではないだろうか。それでもしそうであるならば、以上で述べられたことに基づけばそれで十分である。しかしもしそうでないならば、次のことを想定する必要がある。すなわち活動実現中の何か反対のものが内在し、そしてカスになるのだということ。それゆえ全ての物体は常に動に置いてある。つまり生成するか消滅するかする。またそれを取り囲むものは協力的に働きかけるか、敵対的に働きかけるかする。そしてそのことのゆえに場所を変えられたものはその自然本来のあり方よりも、時間が長くなるか短くなるかするのだが、それにとって反対のものがある限り、決して永遠にはならない。なぜなら直ちに素材は反対のものを持つからであり、従って、どこでという点でならば、場所に関して変わり、どのくらいの量かという点でならば、増大と減少に関して変わり、受動状態の点でならば、性質変化するからである。第4章。さて、消滅しにくいのは、体がとても大きなものの方だというわけではなく、馬の方が人間よりも短命であるから、体が小さなものの方だというわけでもないし、有節動物、昆虫類の多くは1年しか生きないから、植物の方が総じて動物よりも消滅しにくいというわけでもなく、植物のうちのいくつかは1年しか生きないから、有血動物の方がそうだというわけでもないし、ミツバチの方がいくつかの有血動物よりも長い時間を生きるから、無血動物の方がそうだというわけでもないし、軟体動物、頭足類は1年しか生きないが、しかるにこれは無血動物なのであるから、陸にいるものの方がそうだというわけでもないし、植物にも有足の陸生動物にも1年しか生きないものがいるから、海にいるものがそうだというわけでもない。まさに海にいる遊郭動物、貝類も、軟体動物も、短命であるから。しかし、総じて、非常に長命なものは植物にある。例えば、夏目足がそうである。次に、無血動物よりは、有血動物にいる。そして、水生動物よりは、有足の陸生動物にいる。従って、諸々の動物のうちの非常に長命なものは、二つ合わせて、有血で有足のものにいるということになる。例えば人間や象はそうである。そしてそうであるこそ大抵の場合のことを言えば、大きなものの方が小さなものよりも長命なのである。実際ちょうど昨日述べられた人間や象にも、他の非常に長命なものにも大きさが属しているから。第5章。さてそれら全てについての原因をそこから人は考察することができるであろう。つまり次のことを把握する必要があるのだ。すなわち生きているものは自然本性的に決定的に熱いものであり、生きているということは、こともまたそのようなこと、そのようであることなのだが、往年は乾いていて冷たく死んでしまったものもまたそうだということである。実際これらのことは明らかにそのようであるから、しかるに生きているものにとって体の素材は
それらつまり熱いものと冷たいもの、そして乾いたものと湿ったものである。それでオイルと乾いてしまうことが必然なのである。故に体の素材になっている湿ったものは容易に乾きうるものであってはならない。そしてそのことの故に体にある油分は腐敗物になりにくいものなのである。その原因は次のようなことだ。すなわち油分は空気を含み、空気はそれ以外のものに対しては火の働きをするが、しからに火は腐敗物にはならないからである。また体の中の湿ったものは少ないものであってはならない。少なければ乾きやすいからだ。故に動物も植物もまさに大きなものがちょうど先に述べられたように、総じて言えば長命なのである。実際より大きなものがより多く湿ったものを持つということは理にかなったことであるから。しかしそれらは単にそのことの故にのみより長命なのではない。なぜなら原因は二つ、つまり量と質とであり。したがって湿ったものが多くあることだけではなく、それが厚くあることもまた必要なのだが、それは容易に凍結しうるものにも、容易に乾きうるものにもならないように必要なのだ。そしてそのことの故に人間はいくつかのもっと大きなものを上回って長命なのである。湿ったものの多さの点で不足するところがあるものであっても、量に関して不足している度合いよりも一層大きい度合いで質に関して超過しているならば、一層長命であるからだ。またいくつかの動物にとって熱いものは油分であって、これが容易には乾きえないということと、容易には冷たくなりえないということを作り出す。しかし別のいくつかのものにとっては熱いものは油分とは別の味がする。さらに容易には消滅しえないものである傾向を持つものは、カス、ペリットーマ、イコール余剰物を生じやすいものであってはならない。そのようなカスは病気によってか自然放射によってかで死をもたらすからである。すなわちカスの力は反対的で破壊的なのであるが、その力は、ある場合には自然本性に向けられ、別の場合には部分に向けられるからだ。故に、高速で種子をたくさん出すものもすぐに老いる。なぜなら種子とは余剰物なのであり、そしてさらに放出されると、乾きを引き起こすからである。まさにそのことの故に、反の場、ヘーミオスが、これがそれらから生じたところの馬よりも、ロバ、オノスよりも長命であり、また、メスは、オスが公職である場合、オスよりも長命なのだ。故に、オスのスズメは、メスのスズメよりも短命である。さらにまた、オスのうちで苦労する限りのものも、またその苦労の故に、一層吹け込む。なぜなら、苦労は乾きを引き起こすが、しかし、しかるにおいては乾いたものだからだ。しかし、自然本性的には、そして全般的なことを言えば、オスはメスよりも長命である。その原因は、オスの方がメスよりも動物として一層熱いということだ。さて、同じ動物でも暖かい場所にいるものの方が寒い場所にいるものよりも一層長命であるのだが、それはより大きなものが一層長命であるのと同じ原因の上に一層長命なのである。そして最も明瞭にそのことを示しているのが自然本性に関して冷たい動物の大きさだ。故に蛇やトカゲや角鱗で覆われた様々な動物、爬虫類も暑い場所では大きく、公海においても角皮動物、イコール海竜はそうである。厚い湿り気が増大成長と生命との原因であるからだ。しかし、冷たい場所では動物の中にある湿ったものは一層水の性質を持つものなのである。故に容易に凍結し得るのであり、従って血が不足しているか無血の動物のうちあるものは、有足の陸生動物も、水生動物も、北のあたりの場所では総じて生じないし、別のものは生じても小さくて比較的短命だ。霜が増大成長を阻害するからである。しかるに栄養を摂取しないならば、植物も動物も消滅、イコール死滅する。自分自身は消耗することになるからだ。すなわちちょうど大量の炎が少量の炎を燃やし尽くし滅ぼすのは、その燃料、栄養を消費することによってであるように、動物が持つ自然本性的な熱いものは、加工、イコール消化を成し得る第一のものであって、これがそれらのうちにあるところの素材を消費するから。しかし、水生動物が有足の陸生動物よりも長命であることがないのは、端的に湿ったものであるからということではなく、水の性質を持つそれであるからだ。しかるにそのような性質の湿ったものは容易に消滅し得るが、それは冷たくて容易に凍結し得るからである。同じことのゆえに無血動物もまた大きさによって守られるのでなければ、容易に消滅し得る。それは油も甘いものも持っていないからである。実際動物における油分は甘いから、故にミツバチはもっと大きい動物よりも長命であるのだ。
第6章。さて、植物には極めて長命なものがあり、しかも動物におけるよりも一層多くあるのだが、その理由は第一にそれぞれの植物はあまり水の性質を帯びておらず、したがって容易に凍結しているものではないからである。次にそれらの植物は油の性質、つまりヌルヌルした性質を持っており、故に固く乾いて土の性質を持つ植物であっても、それにもかかわらず、湿ったものを容易には乾燥しえないものとして持つからである。しかし樹木の自然本性が多くの時間を持つ長命なものであるということについて、その原因を把握する必要がある。というのは、それは有節動物、昆虫類との関係を除いて、動物との関係で固有の原因を持っているからだ。すなわち植物は常に若返っているから、故に多くの時間を持つ長命なものなのである。つまり若枝がどんどん生える一方、他の枝は老いていくが、根も同様であるから。しかし若返ることと老いることが全て同時に起こってしまうわけではなく、ただある時に幹や枝が死滅すると、その脇に他の枝が生えてくるのである。しかし植物がそのようにするときには、根がもともとある部分から別の部分として生じ、そしてそのように、常に一方が消滅、イコール死滅し、他方が生じて存続する。故に長命にもなるのだ。ところで先に述べられたように、植物は有節動物に似ているようである。分割されても生きており、一つのものから二つにもまた、もっと多くのものにもなるからだ。しかし有節動物はどうにか生きているというところにまでは達するのだが、長い時間生きていることはできない。様々な器官を持っておらず、分割された諸部分の各々のうちにある資源は、それら諸器官を作り出すこともまたできないからだ。しかし植物のうちにある資源にはそれができる。すなわち植物はその至るところに根をも幹をも可能的に持っているからだ。故にその資源からは一方で若いものが、他方で老いたものが現れてくるが、これは長命であるということとほとんど違わないのであって、ちょうど差し引きされるものがそうであるのと同様である。差し引きすることにおいても同じことが起こっていると何らかの仕方で人は主張することができるであろうからだ。実際、差し引きされたものは植物の何らかの部分であるのだから、それで差し引きすることにおいては、大地に植えるために樹木から諸部分が切り離されても存続するということが起こるのだが、先の場合には一つの全体として切り離されずに連続している植物の上に、そのことが起こるわけである。しかにその原因は資源が植物の体に可能的に内在しながら、その至るところに内属しているということなのだ。だが動物の場合にも植物の場合にも同じことが起こる。すなわち動物においてもオスの方が大抵の場合一層長命で、しかにその状態の諸部分は、下体の諸部分より大きい。メスよりもオスの方が一層小人のようであるから。が、状態には厚いものがあり、そして冷たいものは硬いにあるし、植物のうちでも頭の方の重いものの方が一層長命であるから。しかに一年しか生きないものではなく、樹木型のものがそのようであるのだ。なぜなら根は植物の状態であり頭であるのだが、一年しか生きないものは、硬いの諸部分、つまり身の方へと増大成長するからである。だがそれらのことについては植物について、で、それ自体として規定されるであろう。今は他のものについて、性の長さと短面とについての原因が述べられたわけである。我々にとって残された課題は若さと老について、そして生と死について考察することだ。実際それらが規定されたならば、動物についての研究が、その目的を達成するはずであるから。